皆さんこんにちは。今回はメディテーション for relaxation、 リラックスした心と体を深く味わう瞑想をここ兵庫県霞の美しい夕日とともに行っていきましょう。では楽にあぐらの体勢で座って始めていきます。両手を楽に膝に乗せ、手のひらは上でも下でも構いません。背中壁にもたれたい方は壁へもたれて、自分の心地のいいポジションを見つけます。肩の力を抜き、背骨を長く引き伸ばしたら、鼻から大きく息を吸って、吐いて、何度か深呼吸を繰り返し、今あなたが感じているまたは体に入っている緊張感を緩めていきましょう。鼻から大きく息を吸って、一度口から全部吐き出します。自分の呼吸へと意識を向けて、吸う息、冷たい空気が鼻を通って体の中へ入り、吐く息、温かい空気が鼻から抜けていきます。今自分がどこにいようと、自分の意識を今この瞬間へと運んでいきます。ゆっくりと体から緊張感が抜けていくのを感じて、吸う息、口は閉じたまま、上あごと下の間にスペースを作って、奥歯、顎の力緩めます。さらに呼吸を深め、眉のすぐ後ろ、頭蓋骨の中心部分、ちょうどサードアイチャクラのあるところへ酸素を送ってあげて、そのまま呼吸が眉間のスペースを通っておでこ、額に流れていきます。吸う息と吐く息が額を流れているうちに、自分の体のエネルギーの流れも感じ始めます。徐々に自分の意識が内側へと動き始めているのを感じて、思考が浮かんでくることはとてもノーマル、普通のことです。もし考えが頭に思い浮かんだときは、拒否せず受け入れてあげます。ただそれらに注意を払うのではなく、まるで流れていく雲を眺めるかのように、ぼーっとその思考を観察して、そしてそこに関与しない選択を選んだときに、それらが自然と通過していくことに気づきます。自分のマインド、心が今引き込まれている場所にとどまって、呼吸の感覚へ焦点を合わせ続けて、吸う息、鼻から入り、眉毛と眉毛の間、頭蓋骨の中心へと流れ込みます。
今あなたの体を平和と落ち着きが満たしているのを感じて、内なる静けさに落ち着いていきます。あなたの体、細胞の中を流れる温かいポジティブなエネルギーを感じます。愛、平和、落ち着き、満足、そして幸せであなたを満たしていきます。あなたは今まさにあなたの人生での必要な場所にいます。今持っているものはまさにあなたに必要なもので、あなたが今直面している障害や課題はあなたをより強くパワフルにし、この先の人生に訪れるより偉大なものへと準備をする目的があります。息を吸って、吐いて、ネガティブなエネルギーがあなたの心、体から去っていき、ポジティブなエネルギーがあなたの体の中を満たしていきます。指先を優しく動かして、準備ができた方からゆっくりと目を開けましょう。鼻から大きく息を吸って、口から全部吐いて、最後にもう一度鼻から大きく息を吸い、再び温かいポジティブなエネルギーを全身に送り込んで、そしてあなた自身が愛情のある温かいエネルギーだということを覚えておいてください。今日も一緒に瞑想してくれてありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ナマステ。またね。